じゃあ次はテールの叩き方を1回目にやったんで、2回目の、板が曲がってしまう人、解説をしていこうと思います。で、このテール曲がっちゃう人っていうのが多分僕の中で4つあって、1つがテールの足の位置で、2個目が叩き方、3つ目が上半身の、使い方、位置だったり、で4つ目がしゃがんで弾くときに板が多分しっかりフラットになってない人の4つだと思います。テールの足の位置から説明していこうかな。まあ1回目のでも説明したんだけど、リストビスの、まあこのリストビスの間だね、ここの中を叩けば板が曲がらない、簡単に言えば。なんでここで、ただこれがずれてしまってる人、極端に言ったらこっちとかこっちとか叩いちゃうと、叩いた時にこういう風になっちゃう、すると板が綺麗にこう擦れなくてずれちゃうっていうのが結構多いかなと思います。なので、叩くときにグニュッて、トラックがこうグニュッて潰れてポンって反発して戻ったときに板が横になりやすいので、そこが注意かな。で、次に今のがテールの足の位置だね。そう、足の位置だから、できるだけビスとビスの間で叩いた時に板がちゃんと上がるように、まっすぐ上がってくるように。で次が、叩き方。叩き方っていうのは、例えばだけどこのビスとビスの間で叩けばまっすぐ上がってくるんだけど、足が前ジャンプし、こう叩いてジャンプした時にこうちょっとでも叩いたり、ちょっと後ろに引いて叩いたりするだけでも板がこう曲がっちゃう。なので足は真下に叩く、こうとかこう、こっちとかじゃなく、もう角度でいったらちょっとでもこうやって斜めになっただけでもこんぐらい変わるから、絶対に真下に叩く。これが、曲がっちゃうかなって思う人の2つ目。飛ぶ時に上半身が開いちゃったり、まあ、飛ぶ前から体が前向きすぎちゃって、降りした時に足がまっすぐズズズズズ、このノーズの方に行くんじゃなくて、体が開いちゃったりしてるからこっちにつっちゃう。
引きが多いかな、大体。で、上がった時にこっちにこうジュ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 ってなって曲がっちゃう人で、これは意識するのは横じゃなくまっすぐするで、これテール足と一緒で、さっきこっちの足を踏んだら真下に蹴って真上に上がるっていうことを言ったんだけど、こっちも真上に上がればここの時に真正面と行けば板はとりあえず曲がらない。これがこうやってこっちに擦ったりするから曲がっちゃう、じゃなくまっすぐ。あとは上半身が飛ぶ時に開いちゃうって人がいるから、それもボードとボードに対して平行に上半身を使ってあげればいいかなと思います。しゃがんだ時に板がフラットじゃない、これ最初の方にも言ったんだけど、叩く時にまっすぐトラックが曲がんないようにしゃがめば、あ、しゃがんで叩けばいいんだけど、グッて力入れた時にトラックがグニュッで、この状態とかで飛んでる人も多くて、ってことは、まあ、テールの足の位置が悪かったり上半身が倒れすぎてたりとかあるんだけど、潰さないためにまず自分の体は基本デッキの中、自分の軸はデッキの中心にある。で、しゃがんだ時にもかかととかつま先とかに無理にかけない。まあ、つま先で飛ぶからつま先はかけるんだけど、つま先は曲がらないところに、これが奥にあったらグニャって潰れちゃうから、それしゃがんだ時でも潰れない場所を探すいうのが大事。このいくつだ4つが大事かな。で、実際、まあ、そのテールの足の位置っていうのは人によってね、で板のサイズも違ったり、デッキの形が違ったりもあるし、あと人それぞれ足のサイズも違うし、そこが結構重要になってくるんで、まあ、この間っていうのを意識して、あとはちょっと自分で微調整、数センチ数ミリ動かしたりしながら調整してあげると、ここが叩きやすいっていうのが見つかると思うから、これはね言葉じゃ結構伝わんなくて、実際目の前で見たりするとあとこんぐらい動かした方がいいよとか言えるんだけど、まあ動画とかじゃ無理だね。なんでそこの数ミリ数センチは自分で探してみてください。でも言えることはこのビスとビスの間のどっかを叩けば調子いいところが絶対あるはず。ただ最初違和感あると思うけど、そこをちょっと
頑張って探してください。次回は前足の使い方を説明します。